芸術とは時に人に理解されないものなのでし。やけに哲学的じゃない、花子。今日ね、ピカソって人の絵を見たのでし。なるほど。確かにピカソは独創的な絵を描くわね。あれが巨匠なら花子もなれる気がすると思ったの。でも花子、ピカソはきちんとした画力がある上で自分の世界観として崩しているのよ。最初からあんな画風だったわけじゃないの。え？デタラメな絵を描いていたら、いつかは有名になれるかもって思ってた。恥ずかしい。何事も基本が大事ってことよ。その基本の世界観によっては物事の見方が180度変わるものもあるのよ。ピカソさんには世の中がああ見えていたのかな。そうかもしれないわね。それが本質と捉えたのかもしれないわ。そうね。じゃあ今日はこんな話を聞かせてあげましょうか。ムーミン。進む兄ちゃん、進む兄ちゃん。ん？なんだよ、歩む。進む兄ちゃんってさ、ムーミングッズ集めてるよね。ムーミンは俺の癒しだ。やめてくれ。侵食するなよ。最近拒絶するの早いよね、兄ちゃん。お前のせいで日曜日が少し怖くなってるんだ。ほんと勘弁してくれよ。あくまで都市伝説なんだからさ。じゃあ歩は怖い話とか聞いた後、風呂とかトイレとかなんとなく一人になると怖くならないか。小学生じゃあるまいし。そうだ、思い出した。小学生の時はそうだったじゃないか。世にも奇妙な物語とか見て、夜トイレに行けなくなって一緒に行ってほしいって叩き起こされたぞ。おかげでその後歩はいびきすらかいてるってのに、俺は全然眠れなくなることが何度も。ま、古い話は置いといてさ、兄なんだから弟の面倒は見てくれよな。釈然としないな。俺、弟に生まれたかったな。可愛い弟君が集めてきたネタを聞いてよ。どうせまたあれだろ、ムーミンは原爆の影響で体が変形した生き物とか言うんだろ。そしてムーミンがガン見する癖がついたっていう話だろ。なんで知ってるの？有名な都市伝説だよ。でも作者は否定してるからな。じゃあ人間の姿をしているスナフキンとかミーは？生き残りって話だろ。スナフキンは元軍人って話があるんだよね。だからあんなに達観してるのか。悲惨なものばかり見た後の人って虚無感というか無常感というか、とにかく物の見方が変わってしまうだろうからね。ただムーミンたちは冬眠するから春にやってきて冬は別の地方に行ってるって話だったよな。その時に生き残りの仲間を探してるんだって。結局あんなに孤独を愛しているような男も一人じゃ生きていけないんだな。なんかほっとした。ミーも同じく原爆の影響であれ以上育たないって話だよ。でもさ、スナフキンって確かミーから見て腹違いの弟なんだよな。え、ミーよりも年下なの？だからミーはおませさんなんじゃなくて普通の大人の女なんだよ。ごめん、そこ知らなかったから、すでに僕の中での見方ががっつり変わったわ。なあ、ムーミンは掘り下げちゃいけないって言っただろ。あそこの村の住民については触れるのはやめておこう。じゃあ何に触れようとしてるんだよ。僕はね、何よりニョロニョロに注目してるんだよ。ああ、ジブリで言う小玉みたいなもんだろ。まあ年代的にはムーミンの方が先だし、あいつの正体は知っておくに越したことはないよね。そうか。まあいいや、ニョロニョロにはあんまり思い入れないから話していいよ。やったー。まずね、ニョロニョロってなんだと思う？概念？そういうんじゃない。まあ単純に言って植物だろうな。そう、種から育つんだよね。どのくらいで育つんだろう。夏至の前夜に種をまくと生えてくるらしいんだよ。夏至にね。で、夏至の日に島で集会を開くらしいんだ。待って、一日で育つの？島に植えたものはそういうことになるのかも。とりあえずニョロニョロは世界中にいて、あの島に船で集結し集会を開くらしいんだ。ニョロニョロってそもそも喋るんだっけ？小説版では喋れないって明言されてるらしい。でもコミックスだとムーミンやミーに対して喋ってるところが出てくるんだよね。カクテルはないのか。
ベッドが欲しいとか。なんだそれ厚かましいな。にしても喋るのか喋らないのかははっきりしてほしいんだよな。同人誌じゃあるまいし、公式が勝手に設定をねじ曲げるとか見てるこっちが困るんだよ。確かにふわふわしてるやつあるよね。映画のバットマンとかも結構監督によって設定違うらしいしさ。元からの世界観がふわふわしてるからこそ原作の設定は見せないまでも裏では厳重に扱ってほしいな。コーラの原料とかケンタッキーのスパイスみたいに企業秘密で世界の数人しか知らないとかでいいからさ。それは同意。だからこんな都市伝説が一人歩きするのかもしれないね。だからこそ面白いとも僕は思っちゃうけど。それでさ、ニョロニョロの栄養源って何だと思う？植物なんだから光合成じゃないの？酸素と太陽光、あと水？それがさ、雷らしいんだよ。雷？原作だとムーミンパパが目撃してるらしいんだけどさ、雷が光るたびにニョロニョロの体も光るらしいんだよ。意外と電化製品みたいなものなのか？よくニョロニョロ型のルームライトとかあるけど、あんな感じ？帯電したままだから、見つけても触っちゃいけないらしいよ。感電するんだって。たまになんか囲まれたりってことなかったっけ？そういう時は、怖がりだから木とかを揺すってビビらせろってスナフキンが言ってた。じっちゃんが言ってた、くらいのテンションで言うのやめてくれよ。でも、耳は聞こえるのか？視覚もちゃんとしてるってこと？うん、逆でさ、目がぼんやりとしか見えてないからこそ地面からの動きとかを感じて危険を回避してるらしいんだ。ああ、木を揺らしてっていうのは木の根から伝わる振動の方を利用してるのか。そもそもニョロニョロって足があるらしいし。それは足なのか？植物だから足じゃないのか？初期の頃の小説版挿絵にはさ、ニョロニョロに足が描かれていて東に向かって隊列を組んで歩いていくって描写があるそうなんだ。帯電した植物が二本足で列をなして歩く？もう歩く兵器じゃないか。まあ触れたところで静電気のちょっと強い版くらいじゃないかと思うけどね。ニョロニョロ、なんか気になってきたな。最後にさ、ムーミンの最終回についての都市伝説知ってる？他のアニメも結構悲惨な話になってるから、ムーミンも悲惨な都市伝説が出てるんじゃないか。死滅？行き過ぎ行き過ぎ、せっかく生き残ったのに。でもまあ近いっちゃ近いかな。氷河期に突入するって話だよ。ムーミンたちって冬眠するよな。そう、だからムーミンたちは春が来ないと目覚めないんだ。ということは氷河期が終わるまでは目覚めない？そしてその氷河期に終わりが来なくて永遠の眠りについてしまうって話なんだってさ。氷河期なんて来ない。地球はこんなにも温暖化してるんだ。絶対氷河期なんて来ない。兄ちゃん、その原理でいくと毎年暖冬だよ。暖冬とか言われてても結局死ぬほど雪降ったりするから異常気象には勝てないよ。ああ、あれは絶対来週末埼玉にあるムーミンバレーパークに現実逃避に行くな。せめてもの償いにお年玉で前売り券買っておいてやるか。はい、おしまい。公式や作者さんの言い分はもちろん今回の内容とは異なります。あくまで都市伝説なので皆さんもそんな楽しみ方をしてくださると花子も喜ぶかと思います。おやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。番組からのお願いです。花子さんのファンになられた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。きっと花子も喜ぶと思います。